こんにちは、ダイスです。今回はスカーレットバイオレットで現在行われている星7最強ジュナイパーのイベントレイドについてです。1回目の開催自体は3月20日月曜日の朝8時59分までで、また来週末から始まる2回目もあるイベントなんですが、今回のジュナイパーイベントマルチプレイのバグがひどいっていう風にお伺いしたので、実際にどんな感じなのか行ってみたいと思います。あくまで私が遭遇したことになるので、一応注意喚起という形で今回は動画にさせていただきました。実は今マルチプレイ回ってきてからオープニング声をですね後取りしてるんですけど、いや周りのプレイヤーさんがまずいっていうわけではなく、中のジュナイパーの動きだったりとか、そのインターネットのマルチプレイに関するバグがだいぶひどかったなという印象なので、注意喚起になれば嬉しいです。まずは一つ目の事例です。これもすでにバグってるのが分かっていて、私がどこにいるのか分かんないんですよね。なので今チェックマーク入れたら3番目に来てました。これみんなの名前が5になっているし、使ってるポケモン自体は出てきてるのがまだ2人しかおらず、で私も今チェックが入った3番目で待ってるんですけど、この状態になりました。で行くっていう風になったタイミングでインターネットからの接続が落ち、エラー状態という風になりました。これに関しては多分インターネットマルチプレイの中で起こったエラーになりますので、今後マルチプレイに参加する予定がある方、ぜひレポートを書いてから行くようにしましょう。またエラーになっちゃった時にはこの画面で X と B と十字の上ボタンを同時押ししてバックアップを入れましょう。でこれ夜中にね普通に遊んでて、実は今日の分のジュナイパー終わらせた後だったんですけど、戻ってみたら残念ながら撃破前に戻りました。はい、遊んでからレポート書いてたらレポートの地点に戻れたと思うんですが、バックアップの状態だとどこで撮ってるかっていうのが分からないんですよね。なのでぜひちゃんとねこうレポートを書いた状態でマルチプレイ遊びに行くっていう時には使うようにしてください。特にねデータが壊れるとかはなかったです。そして2個目はマルチでのジュナイパーの行動についてです。これ何回か言ったんですけど、これが一番ひどかった回です。何が起こってるかっていうと、ジュナイパーの連続行動です。しかもね 1,2 回じゃないんですよね。で今回はハラバリー、ミライドンと一緒だったんで、サポートのオドリドリを連れて行きました。育成方法とかやってるんですけど、オドリドリ初手挑発かけると結構ね楽に進めるんだなっていうのが分かってるのでおすすめだったりします。はい、じゃあここからとりあえずなんですけど、ジュナイパーの体力 HP をちょっと見ながら進めてみてください。あとは周りのポケモンが選択してる技とか、名前の横に出ると思うんで、そこをね確認していてもらえると何が起こったのかっていうのがすごくわかると思います。挑発かけてるのでフェザーダンスとか、あと剣の舞とかジュナイパーは今かけられない状態になってます。これでバリアが張られました。この時点でなぜか半分っていうのがあるんですけど、これは周りのポケモンが削ってくれたからだと思います。マルチなんでねちょっと時差があるっていうのは分かってます。でここからです。今ジュナイパーが急所に当てるので1回行動してます。で続いてエアーカッターで2回行動。はい、なんでバリや急所エアーカッターで3回行動している後に、さっき選んだフェザーダンスが挟まり、で影縫いで4回目の行動を、はい、でもう1回影縫いで5回目の行動をしているっていう感じです。で見ていていただいたら分かるんですけど、こちら側としては技の選択が全くできない状態になっています。でここで悪い効果打ち消しということで5回行動がありました。はい、5回行動してるのに今挑発が入ってたことになってるんですよね。これミライドンもかけてくれてたのかもしれないんですが、最初に私がかけた挑発からだと5ターン以上かかってるので、挑発の効果はね残ってないはずだし、バリア4は挑発かけられないから多分最初の段階での挑発なんですよ。とすると自分がかけた挑発以外は考えられなくて、これはねなんかバグな気がするっていう状態です。でここも
2回行動、はい、全く選べないような状態になってます。でここで多分行動ターンが終わって、でちょっと間がなぜか空くという感じになっています。これで羽休めを一応しました。周りのポケモンを見ても本当はね、癒しのエールの方がいいかなとも思っていたんですが、どうもねバグっぽかったし、もう時差がね感じられたので、そっちはねまだ使わずにしておきました。はい、でさっきバリアかけてから最強ジュナイパーの HP 全く減ってないですよね。自分の、あの反動ダメージでしか減ってなくて、攻撃がね周りの方もできてないっていう風な状態になっています。ここでやっと攻撃選択ができたので、周りも攻撃がかけられてるっていうのが私も分かりました。はい、こんな感じでジュナイパー5回攻撃とかいろいろしてくるっていうのを、私の場合はソロで行った時には全くなかったから気づいてなかったんですけど、マルチプレイはなんとなくですが何かしらのバグがあるんだろうなという感じだったので、皆さんも気をつけてください。ちなみにこの回勝てなかったですね。さっきのバグ途中で動けてたら多分勝ててたんだと思うんですが、全く HP が、あのハラバリーがかけてもミライドンがかけても減ってないっていうのが異常でしたね。でここで駆け抜いて、奥のハラバリーはテラスタルもしてくれてるし、もっとね攻撃は入るはずなんですよ。はい、ここでパラボラチャージとかエレキフィールドとか、あとブレ、読めなかったなんちゃらドライブとかやってくれてるので、ミライドンの攻撃も攻撃としては入るんですよ。入りやすいし、あのエレキフィールドかなので削りやすいはずなので、最強ジュナイパー全く削れないという感じになってしまってます。多分何かしらあるんですよね。ここも2回攻撃ですね。はい、こんな感じのことが起こっていました。ちなみに他の回だと、3回攻撃を連続でしてくるっていうのが多かったです。あのバリア張った後なんですけど、バリア張ってこちらの攻撃を選んだ後に3回攻撃みたいなのが多かったです。なのでもしかしたら何かの時差で発生しているんじゃないかと考えられます。でしかも最後長いんですよね。これもう削られてるし倒れてもいいっていうタイミングだったはずなんですけど、ちょっと長く後ろで技をかけているジュナイパーがいるっていう感じになってます。ここもねよく分かんなかったです。この回に関してはすごくね謎の行動が多いっていう風な印象でした。はい、以上が、あの視聴者さんからもコメントでいただいてたんですけど、マルチ今回すごいっていう風に聞いていたので、私が体験した状態はこんな感じだったというご報告の動画です。でもし仮に途中でエラーになってしまったっていう方も、あの XB と十字の上ボタン押し押して復旧、私の場合はできたのでぜひやってみてください。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!